こんにちは、シェア畑サインアドバイザーの三平です。本日は初心者でも簡単にできるそら豆の苗のプランター栽培の方法を紹介したいと思います。実はこれ以前に種をまく動画の方アップの方させていただいてますので、種まきの方法を知りたい方そちらの方を確認していただければと思います。種をまいても苗を植え付けても栽培の方法はほとんど同じになりますので、一緒に参考にしていただければと思います。苗の場合ですと12月まで植え付けの方が可能になってます。で、収穫は同じく4月から5月に収穫できます。実はこれ苗から植え付けていただく方が簡単でして、もうある程度葉っぱも大きくなってますし根っこも張ってるので、初心者の方だとこちらの苗から植えていただく方が安心かと思います。用意する道具はこちらです。まずこちらそら豆の苗ですね。であとこちらが僕がおすすめしているスリットっていう切れ目が入ってるプランターになります。こちらおすすめになってます。であとがこちら鉢底ですね。とあとこちらが培養土ですね。軽い土っていう商品名になってます。こちらが本来はですねこの時期必要ないんですけど、そら豆大きくなってきた時につるが伸びてきますので、こういった支柱で支えてあげます。リング支柱になります。それでは土を入れていきます。それでは袋のまま土入れていきます。プランター8分目ぐらいですね。だいたい上から2センチぐらいの高さのとこまで土を入れていきます。土を入れたらこう平らにならしていただいて、最後こうトントン地面で叩きつけていただくとプランター全体に土が行き渡ります。では実際に植え付けの方をしていきたいと思います。このそら豆のポットの高さと土の表面が同じ高さになるぐらいまず穴を開けていきます。こんな感じで試しに入れてみて、だいたいこれ今ポットの高さとですね土の表面の高さが同じぐらいになります。こんな感じで植え付けの穴を開けていきます。で、植え付ける時が地際をですねこう手で挟んでいただいて、逆さまにすると苗が出てきますので、これをそのまま植え付けていきます。はい。で、先ほど掘り出した土をですね苗の周りにこういうふうに詰めていきまして、で中心に向かってちょっと軽く手で押さえてあげます。これで以上植え付けになります。そうしましたら次にお水をかけていきます。お水なんですけどプランターの底から滴るぐらいたっぷりとあげてください。こんな感じですね。今下の穴から水が滴ってきてます。これくらいたっぷりとお水をあげてください。最後にですねこちらのリング支柱を使っていきます。実際には今のタイミングではないんですけど、実演のために実際に支柱の方を立てていきたいと思います。こうやって広げていただいて、はい、こんな感じになります。でこの支柱なんですけど特にこだわりとかなくてですね、まっすぐ立ってれば大丈夫だと思いますので、こんな感じで立ててください。それでは最後にそら豆の管理についてご紹介させていただきます。冬の間ですね、水やりの方土が乾いたらたっぷりとあげていただくようにお願いいたします。だいたい2月から3月になったらこの一株の周りに対して有機肥料だったりとか油かすとか鶏粉をですね 5g ぐらいパラパラと撒いていただきます。春になってだいたい4月から5月になるとこうやって茎が5個から6本ぐらいですね生えてきて、最終的には50センチから60センチぐらいになってきます。この花の先端の付近ですね、この辺にアブラムシっていう害虫がついてしまってそら豆がうまく収穫できないっていう時があります。でもしアブラムシがついてたらアブラムシがついてる部分ごとですねこの茎の上だいたい3センチぐらいは切ってしまって大丈夫です。ということでそら豆のプランター栽培の方法を紹介させていただきました。でこのそら豆なんですけど12月でも植えられる、まあ、数少ない野菜の一つになってますので、ぜひこの時期逃さずにですね皆さんもぜひ挑戦してみてください。以上シェア畑サインアドバイザーの三平でした。チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。またね。